ひまわりは暖かくて、みんなのお友達だってヴィラが言ってた。ひまわりはお客さんを歓迎してくれるんだって。まるですっごく仲がいいお友達みたいに。だから。みんなにお友達が必要だよね。よし、ここには今、大きなお友達、小さなお友達、たっくさんのお友達がいるよ。これで、お客さんも寂しくないね。変異したイジラックを見るのは初めてだ。町の住民たちが一箇所に集まったおかげで優秀な研究素材を拝むことができる。スビスティ、君はまだお天道様に見捨てられたわけじゃなさそうだ。どうやら地脈エネルギーの貧乱はルーン鉱山を枯らせただけでなく、付近に生息してる魔性たちをランダムに変異させたみたいだな。うん、異常現象が起きているというゼノミリタリーの推測は当たってた。道理でたくさんの学者をここに送り込んだわけだ。名も知れぬヤブ学者たちまで使って熱心なこった。つまりこの町のおかしなところは魔性たちだけじゃない。あいつらが魔性変異種に興味なんてあるわけないし、ゼノミリタリーの狙いは一体。おい、離せ。足を引っ張るな。クンクン、おかしいな。キツネじゃないし、黒点でもない。おい、ガキ、何してる。まずい、イジラックは温厚だが、変異種は。わかったよ。プロダ・チースラ・イチェルティ。変異種でも暗闇を恐れる習性は変わらないようだな。
った。よくできました。君は悪いやつを追っ払ってみんなを守ってくれたんだよね。あのね、舞台の白鳥たちも工場のキュポラも高校に住んでるパーパとみんなもきっと喜んでくれるよ。私のことはスビスティって呼んでいいぞ。先に断っておくが、私は怪しいものじゃない。数日ここに住む予定の観光客だ。初めましてだよね。もしかして水の中に住んでたりする？ミラみたいに。君にも綺麗な青い尻尾があるの？いいかい坊や、君が何を言ってるのかはわからないが、これだけは言える。私は君が思ってるような存在じゃない。私は学者だ。研究をしている時は他人と交流せず誰とも会わないような場所にいることが多いんだ。わかるかな？学者ってテレビでよく見る人たちのこと？みんな高いところにいてお花を抱えてたくさん喋った後に涙を流して、そしたら綺麗な金色のバッジをもらうんでしょ。金色のバッジは一番賢い人たちにあげる表彰だってビラが言ってたよ。君のバッジ見せてくれる？つけてる水晶はとても綺麗だな。トロッコに積んであるやつよりずっと純度がいい。当然だよ、これはパーパがくれたんだ。それはとても貴重で危険なものだ。それより純度がいいのは伝説のルーン原石くらいだろう。戦争用の武器に使われるルーン原石は重要な戦略資源だ。坊や、それは誰にも見られないようにちゃんとしまっておいた方がいい。そして早く家に帰るんだ。いいね？でないと恐ろしい魔性たちがそれを食べるついでに坊やも食べてしまうかも。ねえねえ、すごく大きい屋根を建てることはできる？町を丸ごと守れるような、さっきの積み木みたいに。ごめんな、僕。あれは単なるトリック。すぐに消えるんだ。ううん、それでもすごいよ。ニーナ、クヌート、ヴィラ、他にもみんなそのトリックを習うべきだと思う。僕も君みたいに土と石に言うことを聞かせて
すごい積み木を作れたりする？坊やみたいにおしゃべりな子供はニューエイジ運動が始まる水亀座の時代や瞑想団体とかにいるべきだな。少なくともここじゃない。ニューエイジ運動って何？君はそこから来たの？いいや、ニューエイジ運動は盛大な現象さ。面白い主張の塊で、ルーン水晶や信仰教団など無数の自由な考えが。そこにある太陽は目をつむったりする？雲は唾を吐いたりする？大船が水の底で泡を吹いたりする？ああ、彼らは足元にある世界を巨大な図面だと思い、この世にある全てをそこに描こうとしているんだ。それだけじゃない、彼らは奇妙な謎にも夢中さ。ソールズベリー平原の石はどこから来たのか、サルガッソ海の船と飛行機はどこへ行ったのかとかな。その人たちのこと好き。彼らはレイハンターを自称する人たちで、かつて名をとどろかせた学派のメンバーだった。でもレイハンターとその図面の答えは世の人から好かれない存在なんだ。レイハンターたちにとって今は果てしなく長い夜なのさ。じゃあ来屋敷に来るといいよ。太陽おじさんはいつもみんなの頭の上にいるから。その人たちとお友達になりたいな。僕、大きくなったらレイハンターになりたい。坊や、それはもう間に合わないかもしれない。大勢の人たちは諦めてしまったんだ。未解決の謎も図面の直線と曲線も、もちろんレイライン学のことも。今では哀れな一人がレイライン学に取り残された。ん？あなたがその最後の一人ですか？見知らぬお方。これだけは言わせてくれ。誘拐しようとなんてしてない。とにかくここはお客さんをもてなせるような場所じゃありません。新しい客人にはより適したおもてなしがあります。ですが、もしあなたが怪しい輩だった場合、他の対処もありえますからね。お